はい、皆さんこんにちは。ホメチャップスターズターザンゴーゾーです。そしてチェイソーです。よろしくお願いします。ということでね、はい、もうそのニュースが、はい、3月22日ですね、はい、今回ですね、まあいろいろあったんですけれども、はい、まずこちらですね、アポロ X が中心化いたします。どんどん、はい、そうですね、ミヤボーはね、今、すごい忙しくて初見なんで、はい、ちょっと今日発表します。この他の仕事したから、俺のモンストニュースは今これだから、ね、お願いアポロ X 中心になります。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。それはそうだよね。それはそうだよ、うん、反射ゲージバランス型ということで、はいはい、まあ、普通ですね。まあ前のゲージなかったんですけど、うん、じゃあ早速こちらね、もちろんハロウィンバージョンの方もね、はい、中心化いたしますと。あ、はい、まあ、こちらもちょっとイラストはどうあるかなというふうには思いますね。やっぱこう、ね、こう手つないでいくといいですよね。じゃあちょっと性能見ていきましょう。はい、お願いします。はい、はい、飛行アンチ重力バリア、そしてゲージでアンチ魔法陣カウンターキラーということで、クロトロアビリティでございます。はい、そして、それちょっと、はい、ティターズオブサンライト、自身のスピード自身のスピードとパワーがアップ&友情ビットを展開。はい、Do you know 友情ビット No No I don't know。 なんかね、自分の隣に友情ビットっていうのが2つ出てくる。片方ね、1個ずつ。え、それが、そいつも友情コンボを打つんだ。ボーン、だからワンウェイレーザー逃げるな3本。やばこう、そう、マジでこう、そう、めっちゃ楽しみじゃん、ね、めっちゃ今顔真似した今顔真似ましたほら、めっちゃ似とった。だからこれがアポロ X で、うん、もうビットかな、ビットね、友情ビットだーん、ほら、笑わしいんやな、珍しい。あ、そうなんだ、はい、で、ワンウェイレーザー入れると調教爆発ということで、まあ、ロキさんと同じよね。はいはい、これと言いまして、はい、いや、もう強いことしか書いてないね。強いことしか書いてないですね。もうね、見たら強ってなっちゃうよ、見ただけすごいっすね、これモリモリじゃないですか。わかりやすい、さすが限定って感じっすね、うん、まず、アビが強いね。アビリティやばいじゃん。飛行アンチ重力バリアだけでもね、普通に強いのに。いや間違いないです、ね、アンチ魔法陣で、カウンターキラーってアンチ魔法陣だけでも、おっ強いってなったのに、カウンターキラーもね、雨の渦目ですよ。そうよね、いわば。そうだよね、ね、なんでこいつ飛んでんの背中の、まあ、絵がなんか、羽がバーってなってるからね、そうだね、意外と飛んでんだろうね、飛んでんだろう、意外とね、膝曲がってるかもしれない、うん、パッと見強いやつ、はい、いやもう、やばいっしょこれは、うん、強いんじゃないですか、はい、まあね、まあ、友情コンボはエレザイエールと長距離爆発ということで、まあ、反射ながらも、はい、爆発のおかげで鑑定性の高いという感じですね、はい、で、SS ですよね、やっぱりね。そうね、いや気になりますね、はい、今友情ビットっていうことは、うん、アポロブアックスがなんか3人になるようなもんでしょ、まあ、いわばそうだね、はい、やばいっす、まあ、ただ、うん、やっぱさすがに倍率下げてくると思うんですよね。あ、隣のやつは、うん、全員等倍だったらさすがに嫌で、めっちゃ強いよね、うん、いや等倍なんかな、分かんない、これ SS ターンとか発表されたんですか。されてない、されてない。じゃあその SS ターン次第じゃないですか、うん、いや多分だったら、うん、あれとか22+4じゃない、22、あ、22ありえる、18+4かな、うん、え、それだったら結構すごいね、うん、ラッキーだよ。まあね、まあ、本当にこの、まあ、友情ビットが例えば半分だったとしても2体分だし、うんうん、まあ相当やばいんじゃないかなと思います。5より強い。これサブ友情も出るのかね。あー、どうだろう、うん、かね、なんか爆発も出るんだったらなんかまたそれでなんか計算がおかしなことになってくるような気もするんですけど、現在だけのような気もせんでもないけどね、わからんね、うん、それは。まあここら辺はあれですね、使ってみた動画待ちですね、カツソースのね、はい、そうね、はい、はい、という感じで、もうお楽しみキャラに、はい、いや楽しみです。38回はもう負けないだろうね、これね、負けないだろうね、はい、うん、はい、それはこれがあれね、一応あのハロウィンバージョンの、あ、かわいいっすね、アポロックスの受信化と、ちょっと名前が変わっていると、あ、トリックはサンライトと、はい、あらですね、はい、じゃあ次のコーナー情報いきましょうか、次、はい、お願いします。コーナーはこちら、ボン、モンストグランプリ2018チャンピオンシェア、わー、来ましたか、来ましたね、来ましたか、ついに東海カップもね、あって、ありましたね、ここからは2018と次に発表されました。で、見ますか、じゃあ次の、はい、ポン、全5カ所で地方予選大会を開催、はい、まあ大体今までと一緒、うん、はい、で、地方予選優勝チームはプロライセンスの獲得と決勝大会進出権を獲得ということで、え、地方予選を優勝したらもうプロライセンス、プロ、地方勝ったらプロ、プロで、最終的には全8チームね、はい、全8チームで賞金総額6000万円、おお、はい、かけて戦うと7月1日。はい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 。意外と早いよねっていう気もする。6000万ですよ。6000万、賞金だって、ね、6倍だよって言ってたよ。
い、ね、そうやばいっすね。3000とかかな、3000、1500みたいな感じなんですかね。そうやべえよ、震えちゃうよ。3000、1500、1500、1500で8000だよね。6000か。いや、どうなんだろう、うん、6000だよね。それで1位総取りとかじゃないの。いや6000ね、250、250、250、1位総取りやばいね。1位総取り、それは優勝賞金6000万って書くよ。でもそしたら、あ、そっか総額って。だから、まあうん、まあその辺はまあ、はい、後々、はい、ちょっと分かんないんですけど、うん、はい、まず、うん、地方予選に優勝すればプロライセンス獲得と。まあそのね、実際のその最終戦の決勝大会の賞金をもらう前にまあプロになるっていうことだね。はい、じゃあ今回は各地方で1チームずつしか参加、あれ上に上がれないってことですか。いや、ただね、1個だけ、関西かな、はい、だけ、この前のね、優勝チームが関西だったから。ああ、はいはいはい、それだけに2チーム。あ、なるほどなるほど、そういうことなんですね。うん、で、はい、6チームですね、が、はい、新たにプロライセンスを獲得することあら、はい、でございま ますね。前回よりは、緩いじゃないですけど、うん、前回はやっぱ本当優勝しなきゃいけなかったね、優勝準優勝ってい う、ね、はい、非常に大変なところだったんですが、はい、今回は若干、うん、前よりは取りやすいんじゃないかなと、まあ、地方予選でまあ優勝、うん、はい、それでも非常にね、厳しいよね、険しい道ではありますけど、はい、まあいけるんじゃないかと、はいはい、じゃあ日程見ていきましょう。4月29日、5月6日、5月20日、5月27日、6月3日ということで、はい、はい、あ、もう九州予選大会に至ってはあと1ヶ月とちょっとですかね。やべえ、もうすぐですね、はい、もうすぐです。で、そうですね、九州、北海道、東北、そうですね、上4つは、はい、通過チームが1チーム、はい、定員が300チームとかだと思いますね、はい、なんでまあ300の1のチームになれというところでございます。はい、非常に大変ですが、はい、我々も解説行くんだ、解説行きますので、はいはい、あとはお城さんとオペンが解説に行く時もあるよ、オペンコンビですね、はい、そうですね、はいはい、そして、こちらステージですね、はい、大会新ステージが3つ登場いたします。お、はい、でこれがですね、今回新しくモンスターストライクのアプリで降臨すると、はいはいはい、へー、そう、だから今まではもうグランプリってグランプリ出る人しかやってなかったと思うの、はいはいはい、スタジアム自体。そうっすよね。だけどこれがモンストにも出てくるわけで。なるほどなるほどなるほど。だからみんな知ってるわけだよね、そのどういうクエストなのか。そう、なるほどね、うん、だからこれのおかげで、まあ、もっとそのモンストグランプリに興味持つ人が増えるんじゃないか、うん、だから逆にだよね、そのなんかあれモンスト普通にやってて、あれこれ俺らいけるくねってなったら出ればいいんだよ、うん、確かに確かに、うん、これめっちゃ早いぞみたいな、そうそうそう、見つけたらね、うん、出やすくなったし、みんなも分かりやすくなったよね、うん、そうですね、うん、だそもそもこれこのクエスト多分めっちゃ楽しいと思う、うんうん、でまあこれ興味持ってもらって、まあ人も増えるんで、なんかより猛者が生まれるのではないかと。そうね、いや、新たなスターが誕生するかもしれないです。やっぱね、グランプリのステージ癖が強いんじゃん、これ、うん、だから多分ね結構トリッキーなステージだと思う。今日モンストにはないようなね、うんうん、ギミックじゃないですけど、いろいろ出てきますからね。そうね、しかも単純にさ、グランプリっていうかスタジアムやればさ、このステージの練習になるわけだから。そうっすね、うん、結構ね、このクエスト自体もやりやすくなるんじゃないかっていうのもあるよね。確かに、いや、これはもうこいつらの運極がクソ増えるっていうね、練習するし、もう余裕だからっつってね、多分ね、10体ずつぐらい作る人もいる。そうだね、めっちゃ練習、反復練習する人。狐のやつちょっとね、俺好きなんだよな。狐？なんて、足利ちゃん、足利、ね、足利ちゃんか、足利。でもこれ、なんかさては全員侍だなみたいなところありますよね。確かに、あ、うん、なんか、そしたらまたなんかあれですね、使えるキャラが、うん、ちょっと予想、ね、予想できる。俺キラーになってる。ハデス。あ、ハデスはね。ハデスが一番初め。俺侍キラー入れようとすんの。はい、つって。そうだ。はい。ハデス重心か。ハデス重心か。行ってきた。あ、ハデス、いいじゃん。いいですか。いいじゃん、いいじゃん。ですね。はい、といった感じで、今回ね、モンストグランプリ、正直まだ、何も考えてない方もいると思うんですけど、うん、多分このステージやるとちょっと、面白い。興味持ってもらえるんじゃないかと、はいはい、思いますので、はい、そういう方はぜひ挑戦してみてください。はい、はい、ということで以上ですかね。はい、まあ、まだまだね、モンストニュースいろいろあったんですけれども、はいはい、ちょっとね、ボリュームがすごかったから、あ、本当にしゃくに収まらないんだ、これ。そっか、うん、はい、まあ、そういうことですよ。はい、今大事な、うん、グッズとかがね、別にその、うん、あえて紹介してないっていうところがあるけど、 それは皆さんね、本当はすごい、ご覧ください。そうじゃないとモンストニュース見なくなるから、そう、むしろ俺らのねやつだけ見てモンストニュース見ないみたいになっちゃったら、それはそれでね、はい、困ったもんだからね、うん、っていう体だから、はい、はい、でも
見やすかったです、自分はい、まあ、ジェームに関するところは、まあ、主にこの辺ですよと。なるほど、ということですね。ありがとうございます。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。まだの方はチャンネル登録をチェックしていきます。はい、お願いします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。